はい、こんにちは、マリアです。今回はですね、初期の頃から見ている方にはね、懐かしい、そして大学生の頃に私が遭難しかけたね、あの懐かしい八つ淵の滝ルートを登っていきます。で、今回はこのガーミンのスマートウォッチのインスティンクト 2X の最新作をですね、使いながら登っていきたいと思います。八つ淵の滝見たことある方はね、知ってると思うんですけど、結構過酷なルートなので、アウトドア向けのね、この時計がね、耐えられるのかっていうのをね、試してみたいと思います。はい、では行ってきます。それでは早速登山の設定を。 GPS を起動させておくと、高度、速度、心拍数などを確認することができます。そして事前にガーミンアプリに転送しておいた今日の登山ルートのナビをオンにします。な感じで進む方向と同じ方向にね、矢印が出ています。ということで出発します。今回登る八つ淵の滝ルートは8つの滝を越えるため、鎖場やはしごが多く、一般ルートではありますが、初心者が行くには難易度が高いルートです。八つ淵の滝を通って標高1214メートルのブナガ岳山頂を目指します。わあ、見えた、懐かしの登山口。はい、じゃあこの危険ルートをね、私は進んでいきます。行ってきます。で、今回また八つ淵の滝に来たのには理由があって、初期の頃って携帯のカメラだけで動画撮ってたんで、ちょっとね、八つ淵の滝のヤバさをね、みんなに存分に見せれてなかったというか、紹介できてなかったので、今のね、これ、ね、最新のカメラとこのね、最新のウォッチを使って登ったらどんな感じになるのかっていうのをね、見てもらいたくって、ずっとね、ここにはね、また来ようと思ってたので、今回も濡れそうやな。はい、登山初心者の方はここで引き返してくださいということですが、このままね、進んでいきます。ブナガ岳ってかなり遭難事故がめちゃめちゃ多い山で、気をつけないとね、一瞬で遭難するぐらい迷いやすいです。あー、水の量が多いかもしれん。だいぶ多いかな。いけるかな、今日。ちょっと最悪撤退するかも。手前に鎖が見えます。通常時はここは通れるのですが、1週間前の大雨の影響がまだ続いているようで、水量がいつもより多いので他に通れる道を探します。ここならなんとか通れそうかな。やっぱり水多いな。いけなくもないけど。あの滝は
前は多分そのままね直通してったと思うんですけど、今日は水が多すぎて無理なんで上から巻いていきます。普段は簡単に渡れる沢ですが、増水しているため濡れずに渡ることはできなそうです。大迫力の障子の滝はまだまだこの登山ルートの序章に過ぎません。この先八つ淵ルートには大自然の迫力が感じられる絶景の滝と鎖場たちが待ち構えています。懐かしい。これはね、一番普通のルートがここから上に上がるんですけど、このね八つ淵ルートにね私は入っていきます。よし、行きましょう。ちょっと水量を見て進んでいきます、今のところ通れないところはないんで。
変わらずエール。長い鎖が。はい、今時間がこれで1時間40分ぐらい登って、残り距離11キロ、あと600メートル登る感じですね。はい、じゃあ進んでいきます。
暑い。危険ルートは抜けて、あと489メートル山頂まで。もう500メートルぐらいやったらあと2時間ぐらいかな。こっからはずっと上りで、結構ね心拍数も上がると思うんで、これでね見てちょっと疲れないように調節しながら歩きたいと思います。今結構急なところを登ってるんで、まあ140前後かなっていう感じです。こっちの滝コースは大学生の頃に道に迷って下山でこの道をね通ってしまって、衝撃を受けて登山にねドハマりするきっかけになったルートなんで、かなり思い出深いルートですね、私にとっては。いや、あのルートを下山で使うのはさすがにやばかったもんね。今思っても。はい、心拍数上がってきてますよっていう感じですね。まあ急登なんでこれ以上ゆっくり歩けないんで、はあ、でこれ矢印出てるのが260メートル先で右に曲がるっていうことですね。でしかも道をねこの分岐を間違えるとこの GPS 教えてくれるようになってて、で正しい道に戻るとオンコースっていうのが出てきて、ガーミンの GPS がかなり正確で、山レコとかも事前に登山道を入れておいて登るとルートをね間違った時に教えてくれるんですけど、山レコはねなんかお父さん的な感覚でちょっとね見守ってくれるんですよ。あ、間違えてるなって思ってもちょっと様子見して5分か10分経ったぐらいで、おい間違えてるぞみたいな感じで言ってくるんですけど、このガーミンの GPS はね、あんたちょっとそっち違うよってすぐ言ってくるみたいな。おかん的な感じでめっちゃね早いです、あの反応速度が。なんで分岐を間違えたら速攻で教えてくれるっていうのはこれ結構いいなと思います。綺麗。あっつ、天気が良すぎますね。あれ？間違えてる？八雲ヶ原がもうちょい向こうでしたね。さすが。こっちに行こうとしてた。あれをね、まだ登らなければならないという。はい、分岐ポイントですよって言えてるわ。はい、曲がりました。このまま道なりに行けと言うております。あー山頂だ。休憩してご飯タイムします。あー綺麗。
はい、スタートからね、今のところ4時間半ですね。で、ここからまた下山4時間ぐらい、平井駅の方まで降ります。残りが8キロちょいですね、下山まで。北平峠に到着。ここからのね、琵琶湖の景色がめっちゃいいんですよね。あ、霞んでる。はい、下山完了。今から駅に向かいます。ということで、お家に帰ってきました。で、今回使ったこのガーミンのインスティンクト 2X で、このインスティンクトシリーズっていうのが、アメリカ国防総省が定める標準規格である MIL-STD810 っていう、耐熱と耐衝撃と耐水をクリアした頑丈さを誇るアウトドア GPS ウォッチです。どういうことかっていうと、アメリカの軍用規格をクリアしためちゃめちゃ頑丈でタフな時計ということです。どれくらいかっていうと、水深 100m までの防水に対応していて、この画面も傷がつきにくいパワーガラスになっているので、沢登りとかクライミングでも持っていけるくらいにめちゃめちゃ頑丈な規格になっています。前までも登山でスマートウォッチを使ってたんですけど、沢登りの時に岩に思いっきり時計をぶつけて画面にひびが入ってから、山に時計を持っていくことがねなくなっちゃってたんですけど、で今回行ったルートが結構過酷な沢の中で水に手突っ込んだりとか岩にぶつけたりする可能性があったので、やっぱこう時計が壊れることを気にしなくていいっていうのはありがたいですね。しかも登山時の自分の体の状態だったりとか、ナビで道迷い防止もできるので、かなり便利な印象でした。そんな最新のこの 2X、 まず2022年発売だったインスティンクト2と何が変わったのかっていうのをちょっと説明したいと思います。何が変わったかっていうと、これですね、この画面が大きくなって 1.1 インチの大型ディスプレイになっています。全モデルよりも 20% 画面がね大きくなったみたいで、結構こう見やすいです。でタッチ操作もしやすくなっています。なんですけど、重量は 67g とかなり軽量になっています。全モデルにソーラーバッテリーが搭載されました。でスマートウォッチモードであれば無限に稼働できるほど電池の充電を気にせずに使えるようになっているので、使用状況に応じて設定を変えることで充電持ちがね無限に伸ばせるという、使ってるモードによっては電池のね食い方が全然違うんですけど、スマートウォッチモードで使うと40日間充電なしで使えるのと、プラスソーラー充電使うと無制限になります。で GPS モードだと電池のね減りが結構早いので、 GPS モードで60時間で、ソーラー充電使うとプラス85時間という電池持ちがね良くなります。それをちょっと電池なくなったらスマートウォッチモードに変えて、省電力モードに変えて充電をね長持ちさせることもできます。で新機能3つ目が、正確な GPS の位置情報の取得と測位ができるようになりました。ガーミンが誇る世界トップクラスの GPS 機能がねさらに強化されて、今までは信号が受信しにくい谷間だったりとか過酷な環境下では GPS がね信号を受信しにくいっていうことがあったんですけど、街中でいうとビルのね間とか、山だったら谷沿いとか沢とかね、そういうとこ行くと電波がね受信できなくなってたりとかしたんですけど、そういうところでも今回追加された GNSS マルチバンドっていう機能が、今までの1周波数帯から2周波数帯を受信できるようになって、 GPS のね正確な位置情報が取得可能になったのと、それがねすごいスピードが速くね受信できるようになりました。しかも携帯の電波が入らない山岳地帯でも GPS がちゃんと稼働するようになっています。でいろいろねこのインスティンクト 2X の時計には機能があるんですけど、で皆さん聞きたいのは登山に使える機能だと思うので、一番ね登山に使えそうだなと思う機能をね紹介していきたいと思います。まず最初に紹介したいのがナビ機能がかなり充実していて、
で、まず一つ目にトラックバックルーティング機能っていう、で登山を開始するときに GPS 機能をねオンにしておくと、往路と同じルートで戻ってこれるようにナビゲートがねできるようになっています。帰り道で迷うっていうことがなくなるということです。でもう一つにトレイルの開始地点をあらかじめ登録しておくと、そこへのね戻り方をナビゲートしてくれる機能とかもあります。で、私が登山中に使っていたナビ機能は、事前に登山アプリから予定ルートを携帯に読み込んで、それをガーミンのアプリにダウンロードして時計に転送するっていうやり方でナビを使っていたんですけど、事前にルートを読み込んでおくと分岐ポイントが来た時にその場で知らせてくれるので、分岐を通り過ぎて気づかずにそのまま行ってしまうっていうことが起こらないのはかなり便利だなと思いました。なので事前に予定ルートをねダウンロードしておくと、道迷い遭難とかはねかなりの確率で防げるんではないかなと思います。あと事故転倒検出機能っていうのが搭載されて、例えば登山の時に転倒滑落などのね突発的な事故が起こった時に意識障害を自動的に検知して、であらかじめ登録された緊急連絡先に現在地を送信する機能っていうのが追加されて、でこれソロ登山とかやってる人にはかなり安心な機能なんじゃないかなって思うんですけど、で一応携帯の電波が通じる場所じゃないと使えない機能なので完璧ではないんですけど、まああったら安心な機能ではあります。で他にもまだまだ機能がいっぱい で心拍数、ストレスレベル、体のエネルギー残量を可視化する、でガーミンの独自のボディバッテリーっていうのがあって、それ以外にも血中酸素トラッキング、睡眠の質を100までの数値で評価する睡眠スコアとか、自分の体の状態を数値化できるような機能がたくさんあります。この中でも自分の体の、状態を数値で見ることができるので、自分のペースっていうのをねより管理しやすいんじゃないかなと思います。で登山時のベストの心拍数が180マイナス自分の年齢と言われていて、実際は普段どれだけ運動しているとか体調によっても変わってくるので一概には言えないんですけど、実際登ってると結構な速いスピードでね登ってたりもするので、私のベストの心拍数で言うと140から50ぐらいなんですけど、実際ね数値で見てみると結構ね150以上で歩いてることも多いので、でアプリで後でこんな感じでね見ることができます。歩行スピードだったり心拍数で、この無酸素 3.1 っていうのはおそらく急登をね結構なスピードで登っていたのでそれかなと思うんですけど、でこんな感じで高度のねどの辺で心拍数が上がったかも確認することができます。なので自分のペースだったりとかね、あこんな感じで登ってるんだなっていうのをで数値でねしっかりわかるので、心拍数これくらい上がっても自分大丈夫だなとか、これくらい上がるときついなっていうのをね次回の登山に活かせると思うので、ちなみにで高度 800m 以上で GPS をね稼働させておくと高地順応の指数をね測定する機能もあったりします。でスマートウォッチ機能も充実していて、登山以外にもランニングだったりサイクリング、水泳、筋トレ、スキー、スノーボード、ゴルフ、ヨガなどの他の運動時にもいろいろな計測がねできたりします。スイカの機能もちゃんとスマートウォッチなのでついていて、電車にこれピッてするだけでね乗れたりとか、あとスマホ探索機能、この携帯をこの時計で呼び出すことができるので、こんな感じで携帯を鳴らします。で機能がね本当に多すぎて、全部説明するとすごい長い動画になってしまうので、登山で使える機能に絞って説明させていただいたんですけど、それでもかなりね使える機能がねいっぱいなんじゃないかなと思います。最新のねガーミンの時計インスティンクト 2X 気になった方は概要欄に URL を貼っておくので、よかったら見てみてください。はい、ありがとうございます。